こんにちは、クリッカー夏猫です。新型ジムニーが7月にデビューすることが鈴木からティザー告知されました。今回このティザー予告情報をもとにその概要をお届けします。新型は 660cc エンジン搭載軽自動車枠のジムニーと 1500cc の小型自動車枠のジムニーシエラの2本立てとなります。従来のシエラは 1300cc エンジンでしたから、小型車版の方は排気量が拡大されることになりました。気になるシャシーですが、今回の新型でも頑丈なラダーフレームが継承されています。またエンジン縦置き FR ベースの 4WD という機構も引き継がれました。前後3リンク式のリジットサスという構成もキープされています。装備面での大きな変化として、ジムニーとして初めて自動ブレーキ、スズキデュアルセンサーブレーキサポートが設定されることになりました。エンジンについては排気量以外は詳細の告知はありませんが、ジムニーについてはスズキの現在の軽自動車ラインナップに広く搭載されている R06A型が用意されるのではないかと思われます。おそらく設定されるのはターボエンジンだろうと推測されます。一方でジムニーシエラ用エンジンの方は詳細不明です。というのも、例えばスイフトスポーツは 1.4 リッターターボですし、それより上のクラスとなる SX4S クロスは 1.6 リッター NA であり、現在のスズキの国内ラインナップに 1.5 リッターはモデル設定がないからです。インテリアは大型のスピード&タコメーターがハンドルの奥にセットされたタフな造形のものになっています。センター上部の見やすい位置にナビゲーションをセットできるようになっているのも嬉しいところです。センターコンソールの下の方にはクロス B やイグニスでおなじみのターン式のスイッチが配置されているのがわかります。またジムニーにもついにフルオートエアコンとキーレスプッシュスタートシステムが上級グレードに採用されるなど、快適装備は一気に進化しました。トランスミッションは5速マニュアルと4速オートマチックが用意されています。注目すべきは仙台 JB2343系のモデルライフ途中でスイッチ式へと変更された駆動切り替え副変速機操作機構がフロア配置のレバー式へと戻っている点、このあえてのアナログパーツ回帰はタフな道具感を高めてくれていていい感じです。ジムニーのエクステリアは初代の LJ10 や2代目の SJ30系のデザインに回帰した印象があります。スクエアでごついのですけれども、細部を見るとエッジ部分はうまく R が付けられていて、ただ四角いだけじゃない、ちょっとおしゃれな雰囲気が漂っているのも特徴的です。ジムニーシエラは従来モデル同様に大きなオーバーフェンダーが装着され、幅広タイプのバンパーが採用されているのがわかります。一方で軽自動車のジムニーもしっかりとしたフェンダーの彫り込みがなされていて、軽自動車の制限されたサイズを感じさせない堂々としたフォルムになっているのが魅力です。新型ジムニーシリーズはボディカラーも多種多様なものが揃っているようです。中でもキネティックイエローという蛍光色は鮮烈な印象。果たして7月のいつ発売開始されるのか、また価格はいくらなのかについては今回発表されていませんが、非常に気になりますね。今後詳細が分かり次第、さらにディープな情報をお届けします。